いや終わってるマジで。ほんまにこれいつまで続く。もうしんどくなってきた。終わってるこれ。フェリー乗り場にね、ちょっと20分ぐらい早く着いたと思ったらね、大阪行きのとこですね、神戸行きに乗らないとダメなんですけどね、まさかの乗り場がすぐ隣じゃなくて20分も離れてるという。やばいね。だからね。この道はいつまで続くのでしょうか。137号線らしい、不動137号線、とんでもないです。ほんまにこれ大丈夫。いや終わってるマジで。この落ち葉の感じは絶対通ってないもんな。はい。いやこのカーブ見えてるけど、えすごいスピードで来られとったらもう間に合ってない、うん、いやじゃああかんやん。え全然普通の道出てきた、よかったな。あそうね、もうここからもう普通の道なんや。まで続くんかな。これほんまにやばい。やばいやばいやばい。このさ葉っぱに紛れて結構でかい石とかが隠れてんのよ。やばいなそれは。えほんまにこれいつまで続く。もうしんどくなってきた。めちゃくちゃしんどくなってきたよ。苔がもう道路に苔むしてるから。おいこの車来てどうすんやろ。どうもできん。なんかこいとる。熊本県。熊本県だし。で大分やったんかな。おとぼりさ大分県やから。え待って俺ら大分に行かなかんのに合ってるこれ。ええでナビ一緒やんな。ナビ一緒やった。え一応あれですよ、通らなあかんね。あーそうか、入り組んでるんかな。そう、誰か助けてほしいな。うん、遭難してるでこれほぼ。それだって、はい、オフ車いるやん。こっちがあれか、獣道なんや。ちょっとね、MC の方がね、Twitter（X）で言ってくれてたよね。来るときは気をつけて来てくださいね。ナビ通りに来ると、なんかよくわかんない獣道に連れてかれるかもしれないので、その辺なんかはね、ちょっと先に調べてから来た方がいいかもしれませんよ。なんか道間違えたらすごい獣道に入って大変なことになるんで、それやん。ちゃんとナビは確認して来てくださいねっていうのね、事前に見てたんですけど。まんまとやな。まんまと。このことか。大体見るから行くみたいなとこあるしな。なんか吸い込まれていくみたいなとこあるからな。吸い込まれたな。逆にな。まあでもな、今日はナビ俺もつけてるから迷子ならんわ、集めて迷子になってるから、まあ、なんとも言えない。ああ、だ、いし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 。これはお互い様やな。お互い様やからな。あいやー、うわ、あいやこれまあこけんのはいいねんけどさ。いいんや、よくないやろ。この荷物では絶対持ち上がらんか。全部荷物をまず下ろして。いやいや2人で上げれば上がります。何ですか。さすがに上がります。あ疲れる。でもまだまだ多分この道続くね。マジ。いた。注意看板今出すんやっていうな。落石注意しとるで。なんならここ落石してないで。なんか太い道かどうかわからんけどちょっと開けた。嬉しい嬉しい嬉しい。普通の道は多分ほんまや。やばいやばい。嬉しい。わーガードレール出てきたし。基準ほらミラーも出てきたで。基準普通の道路設備なんよな。うわ普通普通。やばい家も出てきた。嬉しいよ。家出てきたらちょっと安心感あるよな。安心感。あ人が住めるぐらいのとこかなみたいな安心感はある。この家を見たら入社線安心感。意味がわからん。えやばいやばい出てきたで。普通の道どこがやねん。何をやねん。いやまた戻っていきそうな雰囲気。また戻ってきそうなこれ飲み会ですけど。これは大丈夫なんですか。これはもううちのアンテナが。アンテナが大丈夫と言っている。え誰かなんか知らん人喋ってるけど大丈夫。大丈夫じゃないね。じゃあランテージモンキー。あーやったー。おーこれはまあ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 宇宙イエーイ。楽なんて言ったやん。だからうちが今日間違えるわけないよ。いやちゃうで間違えてんで。オーバーガードレール。ガードレールの信憑性高。あと1時間43分。ええ？え6時着やけど。えやばいよ。あかん。あかんな。ちら乗られへんかもしれんな。そんなに走んの遅いかな。いやこんな道誰も走らんから Google のさ速度設定。あでも中央線出てきたで。やったやん。中央線出てきたってことはそうなくなるってことやな。中央線が大変。どういうことやん。なくなったもんだって一瞬だけ出てきたけど。えこれはナビ別に間違ってないよな。1時間まだ43分。いやかかるね。ちょっと標高は下がったから安心感あるね。標高見たら安心感。あ待って待って待って、うん、ほんまにあと2分ぐらいで普通の道に合流する。ついにほらも野菜も美味しそうに育ってすごいですね。あちょっと猫子くん映ってた。すごいですね。おーおーおお、これはさすがに道路と言ってもいいんじゃないでしょうか。これはさすがに道路です。よかった。ここやな。こっから入ったらもう最悪なんや。そうやな。多分このとこ入るやつおらんと思う。ここ道路かどうかすらわからん道路やからなこれ。あれでも一応不動やと思うな。お移動さん若干薄暗くなってまいりました。
ただいま到着時間が徐々に伸びていって猶予がだんだん削られてきております。なんか猫カズくんが泳いで帰れば大丈夫ですよって言ったな。アホやん。あ、やっぱり地元の人のアドバイスはためになるなと。いや、ならならならめちゃくちゃいいよ何を泳がそうとするの。めっちゃすごい。帰りにここ走れんのめっちゃラッキー。ここ走りたかって。走りたかったん。走りたかった。ここはもうライダー誰もが走りたくなるけど。ああ夕焼けや。夕焼けどこにおるんや。もう下だいぶ下かな。雲のうん、下に入っちゃってんかも。いや、ここマジで楽しい。このロープウェイ乗りたかったな。このロープウェイ乗りたかったのに、なんか往復で1人4歳くらいかかるって言ったらそんなお金うちにはありません。往復で1人4000円、うん、嘘だろ。この反応されてうちにはそんなお金ありませんないやろって言って乗れられへんかったロープウェイ。え、あれ全部上まで上がんの。 あれロープウェイの光やったんや。あれ上がるのにさ、そんなんもう何十分もかかるやろ片道。俺は何十分もかけてくれないと4000円払うねんて。でもあの距離やったらまあなんかありえる気がしてきた。全然4000円確かにかかるなっていう。あの距離やったらなありえる気がしてきたわ。上まで登ってくれる人景色がいいんすよ。それでまたそうやろうな。でも片道2000円やったらな、頑張ってさ歩いて降りてきたらさ。いや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 、多分1日かかる。まあ、イベントは確実に出られへんかったな。うん、そうなるな。でも今ありや、ズームのなんか流行ってるやん。ズームで出るみたいな。やばい、電波通じひん。通じるんかな。知るわけないよ。あんたが言い出したやんけ。あんたが言い出したやん。疲れてんだよ。しゃべらんといてくれ。はいはいはい、わかりましたわかりました。まあ、もう火がな、ほぼ落ちたからな。でもこの崖さえ下りきれば。大分別府の町が現れ、あとはもうフェリーに手続きして乗っかるだけだから。ちょっと入ってどこでやねん。押しそうねん。でもまあそんなに混んでなかったから5分ぐらいしかまだ遅れてないからチケット発券しに行く余裕はある。そう、旅館で言ってなかったけど温泉コーヒーっていうのがその泊まった旅館にあって、温泉の多分お湯で入れたコーヒーなんかわからんけど牛乳入れたようなまろやかさはあった。あれ温泉さんっていう人が作っただけやで。なんやねん、詐欺やんけそれっぽく書きやがって。詐欺ちゃうか。いや詐欺か。この人だって何飲んでも分かってないのに適当なこと。いやでもちょっとまろやかやったからな。でも温泉さんが作ったコーヒー。いやいや違う違う違う、ちゃんと温泉コーヒーって書いてたから。そんな温泉さんが作っただけですよみたいな、そんなそんな詐欺みたいな話ないやでもまろやかやったんや。牛乳の味はせんかったけど牛乳入れた時のようなまろやか感はあった。いいな。それがさ地域柄で飲めるの最高じゃない。地域柄飲めるのかな分からんけど朝特別に出してくれるらしいよ。だって大阪やったらその温泉コーヒーなんて聞いたことない。あ、まあないな。ビューの、ランケージモンキー見えてきた港が。よかった。しかもなんか急にあったかくなった、うん、急にな。これ温泉ですかもしれない、うん、あー温泉の香りがしてまいりました。これさもう温泉入って帰れたら最高やったのにな。それは許されません許されません。許されません。ランケージモンキー。わーわーすごい。ブニョ。あ、崖の上のソウスケ。ブキーブキーうっそ。あー来たー、あと10ラップのとこまで来た。あー来た。もうあとはフェリーに乗っけていきたいと思います。すごいめげそうになったよ何回も。負けないレモン。いろんなところで負けてるからもう全然消えてんねんけどな。人生ないろんなところで負けてるからな全然気にせんけどな。あーそうだね、バッテリーないから切るわ。お疲れ。これ正面暗いんですけどね、海ですね。綺麗やな。うん、ほんまに一気に海に向かって下っていくな。わみはやばい。負けないやん。あんあんだかたんたんあんやまたんはっちゃいねたんちゃっぷらーたんまみはんみー。うるさい。まあ、うるさいわ。フェリー乗り場にねちょっと20分ぐらい早く着いたと思ったらね、大阪行きのとこだってね、神戸行きに乗らないとダメなんですけどね、まさかの乗り場がすぐ隣じゃなくて20分も離れてるという。やばいね。だから、余裕全部飛びましたしかもあれやで、ちょっと遅れてるからな、到着時間遅れてるほんまにやばい。普通に余裕あった分全部なくなってちょっと遅れるくらいになった。あ、落ち着いていこうや。よかったな、ほんまにギリギリじゃなくて。やばかったで、マジで。やばかったよな、うん、なんかフェリードリバーの名前もなんかサンフラワーじゃなくてなんか違う名前で言われてさ。西大分新サンフラワーかな。あ、そうな、西大分なんとかなんとかですって言われて、え、それなんやみたいな。もうあと2分ぐらいで到着するっぽいですが、ここなんでしょうか
ほんまにここで合ってるかがちょっと不安やな。ここででも合ってなかった場合はちょっとガチでフェリー乗れない可能性があるのでやばいっす。大変だ。ほら見て、あれやん、サンフラワーかもしれん。あれ、あー行かないで、待ってください。待ってください。ちょっとだけ待ってください。いや、この1時間前には準備しといてくださいっていうこのマージン取ってあるのはもうこのためかな。このためやな、こういうアホがおるからやな。そうやな。いやー、よかった、1時間前行動できる人間で。いや、でも冗談だけど30分前とかに行ったら乗られへん可能性がありますみたいなこと書いてあるからマジでやばいで。ほんまにちゃんと1時間前行動しとかないと。まあ、手続きがなちょっとかかっちゃう人もおるからな。そうそう、よかったね。あ、神戸駅乗船口、ここ。あー、よかったよ。すげえ。よかったね。はい、ありがとうございます。あそこの人に聞いてみて。横断歩道を過ぎて右手にバイクが止まっておりますので。あ、はい。発見ってどこでやったんですか。はい、発見ってか、あの受付は。前が玄関になります。あ、あそこから入ってです。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。よかったよね。よかったよかった。大丈夫だよ。すげすげ。やばやばいやばい、つなよ。よいしょ。どうやって行こう。お、ドゥドゥドゥ。やばいやばい、バイク殺しやん。バイク殺しやった。こわ。早朝7時でございます。帰ってまいりました。神戸です。あとはね、もうちょっと走ってお家に帰っていきたいと思いますけれども。おー、いいね、朝の神戸。一時はね、このフェリーに乗れるかちょっと微妙なところでしたが、無事ね、九州の旅も終えて、まあ、イベントも終えて帰っていきたいと思います。もうめちゃくちゃいい景色も見れたんでね、九州はほんまに景色最高やわ。楽しかった。朝も声バキバキなんですけど。そう、もう寝起きみたいな感じやからな。まあ、じゃあこれで九州の旅完結ということで、別でねイベント編も上がってますので、そちらもねよかったらご視聴くださいませ。ということで、九州の景色最高と思った方は高評価、チャンネル登録、コメント、いろいろよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、ランテージマンキーでした。チャンネル登録してね、高評価も知ってね、チャンネル登録してね、高評価も知ってね。チャンネル登録してね、高評価も知ってね、チャンネル登録してね、高評価も知ってね。